プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、今日はですね、出会いは奇跡、ドキュメンタリー風のノンフィクション映画なんですけど、はい、根本真子のお兄さん役で、出ていただきましたりょうくんになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではちょっと軽くお名前ですとか自己紹介をお願いします。はい、はい、今回映画の方で根本真子さんの、お兄さん役を順任役をやらせていただきました、渡辺亮と申します。年齢は25歳で、出身が北海道出身、はい、普段は、お仕事をしながら、役者の活動をしております。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。とてもね、私はりょうくんに、一番最初ズームでお会いしたんですけど、ものすごく感じがいい方 で、うん、で北海道という方ってああと思いましたね。北海道はね、広いもんね。あ、もうだだっ広いですね。だっ広いですよね。北海道どこなんですか？僕は北海道の札幌です。札幌市内なんですね。はい、うん、生まれも育ちもっていうことですね。一応でも生まれが旭川なんですよ。あ、生まれたのは旭川。はい、でそこから幼稚園ぐらい札幌に親の転勤で引っ越して、結構北海道いろいろ転々としてきたんですよ。北海道の中で。そうなんですよ。本当ね、都道府県って言うんですけど、都はほら東京都でしょ、で府は大阪府とか、はい、京都府とか、で都道府県、県は何県何県ってあるんですけど、道って一個だけなんですよね、北海道が。そうですね。あんな広い中で、ね、そうそう、道道っていう。出会いが奇跡のオーディションを、一番最初見つけていただいてありがとうございました。ありがとうございます。何かでググってあれ探したんですかね。ちょっとその辺を聞かせていただければ。オーディション見つけて。そうですね、確か、はい、インターネットのオーディションサイトで、見つけたんですよ、その出会いが奇跡の、サイトというか応募サイトを見つけて、はい、でその時僕とにかく何か映画に出たかったんですよね、映画に出たいって思いが強くて、もちろん今もあるんですけど、で結構他にもいろんなオーディションとか受けてて、ちょっと落ちてた時期だったんですよ、その時は。ああ、なるほどなるほど。でそれで確かサイトの方にも実話の映画って書いてたりするんですけど、実話か、今までやったことないチャンネルだなと思って、ちょっと挑戦してみたいなと思って、それで応募させていただいた感じなんですけど。でしたね、もう4ヶ月ぐらい前でしたね。あ、そんな前ですか。多分そうだと思います。りょうさんは実際まずその現場、6月の頭にね、5日間かけて撮影したんですけど、実際この現場に来ていただいた時が初めましてだったと思うんですよね、私とも。そうですね。で、来るまでの間のなんか想像していたものと、来てからどうだったっていうのをちょっとお話ししていただけますか。あ、でも来るまでは何回かズームで連作とお話しましたけど、やっぱ多分優しい人なんだろうなって。最初のオーディションの段階で思ってたんですよ。最初のオーディションの時に、あ、ここすごい優しそうな方だなと思って、でそこから会って、実際現場で会って、あ、やっぱ思った通りの人だったって。
でもそれプラスやっぱすごい面白さもある人だなっていう、いろんな撮影の現場とかもあのまあ短かったんですけど、みんなを楽しませるようなことを体感させて、ああいい人だなって、現場を盛り上げるやっぱ監督だなっていうふうには思ってました。いやありがとうございました。いやいやいや、あの監督業っていうのは本当僕も生まれて初めてだったんですよ。ああ。はい。で、あの、もともとあのビジネスマン、まあ、経営者、まあ、営業マンがもうものすごい長いので、もう四半世紀やってるんでですね。あまあ、多分その関係で、あの、ほほがらかというか明るいイメージっていうのは、皆さんに言われるんですけど、でしたね。いや、ほんと。うん。この十二役。あのもう兄弟ね、上に2名いて、その1人の、まあ、ジュニア役だったんですけど、あのその役を実際 やってみてどうでした？やってみてですか？いや最初はなんかやっぱりその現場に入る前の段階、まだあの家とかで台本読んでる段階ではやっぱりその実話だからそこに実際にいた人を演じるっていう、今までやったことない作業だったので、すごい考えた時期もありましたけど、でも確か途中でなんかズームでなんかまこさんにそんなに気にしなくてもいいよって言われた時に、あ、そうなんだってそこまでなんだろう、一応まあ考えはするけど、多分自分の中でちゃんと落とし込んでいけばちゃんといい役になるんだなっていうふうには思いましたね、やってて。でいざ現場入って僕が多分思った以上に、あ、ここまでやっていいんだっていう感じではありました。そうですね、やっぱり事実を再現するっていう部分でちょっとトーンがね、あんまりこう波っていうか、まあ、やっぱりちょっと若干少し遊びの部分というか面白くするといいかなという思いもあったんですね。まあ、ただその性格だとか物の言い方は変わっていないので、まあ、だけどなんか楽しかった。いや本当ゲーム楽しすぎて、確かあの時2時間ぐらいですか、2時間ぐらい。ああ、そうでしたね。もう短すぎてゲームもっと嫌だったなっていう。うん、あのメイクしてねでしたもんね。はい、あっという間でしたよね。本当あっという間でしたね。たった2時間したの。で2時間であっという間ということはよっぽど楽しかったんでしょうね。いや、本当すごい楽しかったです。ああ、よかった。また何かの時呼びます。いや、もうぜひぜひ。今、普段やってらっしゃる活動といいますか、はい、PR 含めて、ちょっと喋っていただいて大丈夫ですよ。今の。ありがとうございます。はい。僕は7月の、ちょうど今日実はこんなのを持ってくれておりまして、パラレル7月の20、7月の22と23、24で、朗読劇を出演させていただくことになりまして、で場所が、こちらの阿佐ヶ谷アートスペースプロットっていう場所でやらせていただきます。阿佐ヶ谷でやるんだ。今回は朗読劇なんですけど、オムニバス形式という形で、一公演で4作品の朗読劇を楽しめるという感じになってまして、朗読劇ね、僕はそうだったので、一作品に携わせていただくっていう感じです。へえ、楽しそうですね。7月の7月の22と23、22、23、24でやらせていただきます。ああ、なるほど。ちょっとね、このラジオを聞いていらっしゃる方で東京にいらっしゃる方、あるいは関東というか首都圏にいらっしゃる方、渡辺俊君の7月22、24、ごめんなさい、渡辺亮君、すいません、7月22、23、24朗読劇があるので、それなんかホームページとかあります？あ、一応僕のツイッターとかでリンクで連絡していただければ、そのまま予約されることになりますので、僕が なるほど、
了解です。じゃあ、ツイッター、ここの、うん、ツイッターここの QR で、QR までちょっとね、よかったら、見ていっていただきたいと思います。うん、ねえ。よろしくお願いします。じゃあ、その22、23、24、その1日で4作品を3日間されるっていうことですか、ね、そうですね。1日で、その一公演で、4作品やらせていただいて、で、ちょうど実は稽古日、初日の稽古日が、なんか、撮影の日だったんですよ。あ、そうだったんですね。うん、で、まあ、もちろん、僕は出られなかったので。そうか。ああ、大変でしたね、それはね、じゃね。いや、もうもちろん、映画の方が先に決まってたので、はい、主催の方にも、お願いしたんですけど、今もう稽古始まったんですけど、もうすごい面白い。へぇ。僕が多分、ここまでやっていいのかっていう、初めて、なんだろう、稽古してて、終わった後に、ここまでやってよかったのかなっていうぐらい、すごい飛び抜けた作品になってるんじゃないかなっていう。楽しみですね。楽しみですね。ね。もう絶対面白い作品にします。なんか他にはないですか ?PR したいこと、何でもいいですよ。そうですね、今のところはまだ情報解禁前のやつがちらほら言えないことがあるので、じゃあまたツイッターがねつながればまたそこに流しますもんね。そうですね、よろしくお願いします。じゃあちょっとはい、皆さんよかったらツイッター見てきていただければと思いますので、よろしくお願いします。よかったです。そうですね、ちょっと今その役者というかそういう演技の世界に興味を持ったのはいつぐらいからなんですか？興味を持ったのが僕が高校生の時ですかね。高校2年生ぐらいの頃かな、2年生ぐらいの頃で、最初は僕声優を目指して、で結構その当時は、僕の声がなんか変わってるとかそういう風に言われた時期もあって、なんかその延長線上みたいな感じでちょっと声優をやってみたいなみたいな風に思って、まあ、そこで声優の専門学校行って、でそこから上京して、まあ、今はちょっと声優というか、まあ、役者として舞台やったり今回の映像を見たく映画に出たりとかで朗読に出たりとか、今は結構いろいろと挑戦していく時期なのかなっていうふうに思っております。なるほど。ちょっと活躍してもらいたいですね、今から。いやいや、もう頑張りたいですね、本当に。なるほど。なんか将来的っていうか、まあ目標というか、こういうところまで行きたいなっていうのはどんな感じですか？僕目標結構もう専門学校の頃から思ってたものっていうか、僕ヒーローものが好きです。ヒーローもの、はい、特撮とかが好きで、いつかその特撮の番組に出られたなっていう、エンドロールで自分の名前が載ったら特撮の歴史に自分の名を刻み込みたいなっていう風な目標が今ありますね。今で前々だと。もうそうなんですね。はい。高校の時にきっかけで、高校の時はまだ北海道にいたんですよね。あ、もちろんもちろん北海道ね。で、それから上京したんですよね。そうですね、専門学校卒業してから、上京したっていう感じになります。根本真子さん、兄役でね、ちょこっと2時間お供させていただいたんですけど、まあもう一人ね、いるんですけどね、兄役はね。あ、そうですね、ジョーさんが。そうです、ジョーさんね。真子さんはどうでしたか？もう本当ね、さっきレンさんも最初に言ってたように、すごくやっぱり好青年で、
ね、うん、もうなんか 人柄がいいのがなんか溢れてて、なんかすごく笑顔も素敵で、うん、ね、なんかもう本当に本当になんかいい子だなって感じで真面目な感じ、うん、そう、それで実際そのね、順義役を演じていただく時も、もう本当にね、なんかね、一生懸命、真剣に、うん、一応福岡だったんでね、ちょっと九州弁もチャレンジしてもらって、福岡弁ね、うん、福岡弁をね、チャレンジしていただいて、で、ちょっとね、突然そこで、もう撮影現場でね、ちょっとアドリブも入れてもらったので、うんうん、ね、その時のなんかちょっと福岡弁もこれでいいんでしょうかみたいな感じでね、一生懸命熱心だよね。そう、熱心なんですよ。それがすごく伝わってきて、うん、なんかもう本当に感動でした。すごい。いやいや、うん、まだ福岡弁を覚えてますか？いや、そうだ。今ふと出てこないな。あんまり使わないもんね。使わないもんね。だから撮影前とかもすごい、なんだろう、動画とか見て、うんうん、なんか福岡弁を勉強してましたね、撮影前とか。ああ、練習して臨んでね、すごいね。ここはちょっとね、言うとネタバレになっちゃうのであまり言えないんですけどね、りょうくんがこう演じてくれてる順にはちょっとすごく楽しいね、うん、感じのね、面白いね。そこも見ていただけたらなと思ってます。他にもね、現場になんか本当スタッフ含めて 4,5 名いましたもんね、うんうん、あ、そうですね、皆さんいい人たちばかりで、うん、メイクさんもね、うんうん、いや、僕初めてメイクさんにメイクしてもらったんで、うんうん、すごい感動した覚えがあるんですよ。あ、そう。なるほど。いろいろな初めての体験があってよかったです。いや、もう奇跡でした。ね、いろんな経験をね、たくさんまたしながら、うんうん、まあ20代ね、あと後半ですけど、うんうん、ちなみにこの役者とか演技とかとはまた他に趣味とか特技とかはありますか？そうですね、まあ先ほど言ったみたく、趣味が、まあ、特撮、ヒーローものがすごい好きで、で僕たまにツイッターとかで、うん、変身動画っていうか、うん、その特撮のキャラクターの変身ベルト、おもちゃなんですけど、うん、をベルト巻いて、で変身ポーズを、うん、動画で出して投稿してるんですよ。そうなんだ。楽しいですね。なんか子供受けしそうですよね。なんか感じましたね、今。うん、なんか子供にも本当なんかすごい お兄ちゃんって言ってもらえそうな感じしますね。ねえ、愛されキャラになりそうな気がしますか。じゃあちっちゃい頃からこう変身とかもすごく好きだったんですね。あ、もうそうですね、もう3歳ぐらいの頃から実は好きで、ずっと好きで言い続けたって感じですかね。なるほど。どこかで本当に変身してるかもしれないですね。そうね。うん。終わってほしい。そうそうそう。いや、まだちょっと時間あるんですけど、何かあ、そうだ。根本真子さんに現場で初めて会ったと思うんですけど、はい、どうでした印象は？ああ、そうですね、いやでも最初のズームで会った時とか、なんか僕の中では、あ、これが原作者というかイラストレーターの根本真子さんなんだなっていうなんか印象で、すごいな、もうちゃんと原作というかその実話の元となった人が本当に一緒になって映画を作ってるんだな、僕もなんかしっかりしないとダメだなっていう、そういう気持ちになって、でそこからちょくちょくズームでお話とかしていくな、さっきもう最初の方に言いましたけど、そんなに順に本物の順には気にしなくても
りょうくんの、なんだろう、やる感じで、できる感じでやってみてみたいなことを言われて、ありがたい男だと思って。あの言葉に結構励まされた感があって、本当に結構やっぱ実話ってやっぱ初めてだし、考えることが多かったから、結構あの言葉に救われたから、出会った時も、初めて現場で会った時も、もうそのままの優しい方で、ちゃんと僕が方言とか、これでいいのかなっていうところも聞いたらちゃんと教えていただき、優しく教えていただいたのをすごい本当にありがたく思っておりました。よかった。もうなんかね、ビシバシ厳しい人いなかったですもんね。そうですね。いや、楽しかったです本当。本当なんかこう誠実な方ですよね、本当ね、本当は。いやいや、上京して、実際北海道と東京って全く違うと思うんですけど、どうですか、東京というか上京して、この首都圏。でも最初の頃はもう5年前の話なんですけど、最初の頃は本当に電車乗るのが怖くて、もう迷いに迷って、新宿とか、そこら辺とかもすごい入り組んでるじゃないですか、もう本当に慣れなくて、地図をどれだけ見たかっていう。なるほどなるほど。僕その時当時働いてたバイトだったんですけど、なんだろう、電車が分かんなくて、乗らないといけない電車に僕乗らないで、ずっとホームで待ったんですよ。ずっと待ってた。はい。それで時間見たら、もう間に合わないじゃんってなって、遅刻しちゃったっていう。それぐらいもう東京来た時はやっぱ電車が難しかったというか、なかなか覚えるのに苦労したから。すごいたくさん走ってますからね。わけわかんないよね。何線とか線がものすごい多いよね。そうなんですよ。覚えるのに相当、もう本当この線なんですか、この線はわかりませんって感じ。もうどこでその乗り換えればいいのかっていうのが本当に分かって。そう。いや、山手線もわかんなかったから。はい、じゃあちょっとね、皆さん、ツイッター見ていただいて、ずっとここにあるんですね、渡辺亮君のね、また見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、本当今日ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。はい、じゃあね、次のその朗読劇、ぜひ頑張ってください。応援してます。はい、頑張ります。はい。ありがとうございます。素敵な出会いありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい。さよなら。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい
き涙の数を分け合ったね、希望に変えて二人で聞く雨音雫一つ歩いて行こうよ、手をつなぎ虹の空に誓うよ、夢を抱きどんな時も信じてる。闇があるから星は輝くよ、雨が降るから虹が出るよ、どんな闇でも必ず明けるよ、希望と夢を信じていて